はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はユージャムの1というパーカッション音源があります。とっても手頃な価格で、そして使い勝手は案外ありますが、あまり紹介もされていないので、僕の方でちょっとどんなバリエーションがあるか皆さんにお知らせしたいと思っています。画面の下の方にありますような形でループをさせて全30フレーズを聴いていただこうと思います。30フレーズというのはこのように30個のフレーズがあるわけです。そしてこれを順番に聴いていただくんですけれども、それだけじゃ脳がありませんので、ここにはワンショットとそれとソーラーシーですね、この音がフレーズになっていまして、このようにこういうパターンがあるわけですね。そしてここにはフィルもあります。はい、このようにありまして、でその他はワンショットです。このようにワンショットが並んでいるわけです。そしてここにはミックスというのがありまして、ちょっと聞いていただきますが、このようにミックスを変えるとバランスが変わります。そしてそこにエフェクトのようなものがありまして、ここに9つのエフェクトがあるんですけれども、ちょっと変わったものもあります。このようにエフェクトがかけれるわけです。そしてこの画面下にもありますようにミックスアップというのでですね、ちょっとミックスを上げていくとこのようになります。全体的なバランスが変わるわけです。このやり方のループを30フレーズ聞いていただいて、そして全体の把握ができるように作ってみました。伴奏はボーグでやっています。こんな感じですので、僕はボーグもユージャムの中では超おすすめです。ボーグに関しての解説動画はたくさん作ってありますので、また僕のチャンネルでボーグを検索していただきますとたくさんの動画が出てきますので、ぜひ聞いてみてください。じゃあこれからフレーズを紹介します。
Thank you.
Thank you.
どうでしたでしょうか。全30フレーズとは書いていますものの、フレーズというよりもプリセットと言った方がいいのかも分かりません。プリセットということで、ちょっと先頭では僕の解説も間違っていたかも分かりませんが、ここで選ぶプリセットと、そしてここで選べれるエフェクトですね。このエフェクトはある意味連動していまして、もちろんこれを変更すると下のプリセットもこのように変わります。変わって、そしてこのミックスのかかり方も変わるんですけれども、もちろんこれは違うパターンに変更することもできますし、ミックスの度合いを変えることもできます。ミックスの度合いは僕の場合はこのようにオートメーションで変えていたわけです。ですからこのパターンの種類を考えると、基本的にはもう無限と言っていいほどたくさんのパターンを演出することができると思います。小ぶりで安価なソフトですけれども、とっても即戦力になる U-JAM の ONE というパーカッション音源だと思います。ぜひ DTM のお供に持っていても悪くはないんではないかというふうに僕は思っています。ご視聴ありがとうございました。村長でした。